後立山連峰と白馬村周辺の地形から松岳は、日田山脈の後立山連峰にある、長野県北安住郡白馬村と富山県黒部市に、またがる、標高2695.9メートルの山。別名が、上犬が鶴剣岳、立山、鹿島やりヶ岳と並び、日本では、数少ない氷河の現存する山である。 日本で93番が目に高い山で、日本山岳会による日本三百名山、岩崎元尾による新日本百名山、清水英一による新州百名山に選定されている。唐松竹北側の峻険な岩峰は、後ろ盾山連峰を重装する上での難所として知られる。東側の八方尾根は1998年の 長野オリンピックのアルペンスキー競技の会場である。山域の大部分は中部山岳国立公園内にある。1964年8月20日に八方尾根高山植物体が長野県による天然記念物の指定を受けている。1999年12月24日に八方尾根にある釜池湿原が白馬村による天然記念物の指定を受けている。 昔から三名が不明瞭で、歴史的には、石上岳、上岳が、岳、日向川岳などの名称が見られるものの、これらが間違いなく、唐松岳のことを指しているのか否かもはっきりしない。品の国側の絵図や文献では、この三名は確認されておらず、唐松岳という三名の由来も不詳である。巨人の大だらぼっちが夜歩き回って、仕事をしていたが、 仕事半ばで夜が明け、朝日が差してきたので、カラマツの木を引き抜いて空高く投げたら、この山になってこの名がついたとする昔話がある。八方尾根の八方は、見晴らしが良いことやカラマツだけから、四方八方に尾根が伸びていることに由来する説がある。山頂部から東側に伸びる八方尾根にある、八方池北アルプスの北部、後ろ立山連峰と、 八方尾根から欅平に至る黒部川ルートの十字路に当たる場所にあり、夕日になると、剣岳、立山連山の美しい景色が楽しめる。北には、槍ヶ岳、釈石岳、白馬岳の白馬三山、南には、白岳、五竜岳などが連なる。これらの山々を、白馬連峰とも言う。東へ伸びる尾根は、八方尾根といい、1998年の、 長野オリンピックの会場として知られる。富山県側の西陸は、黒部峡谷の奥地になっており、祖母国温泉を経て南西には、立山連峰の剣岳が位置している。狩猟線上の南南東 1.4km には、大黒岳がある。山頂から南西に、尾根が伸び、西側の岳山、奥小山、黒部川右岸へと続く。北側の狩猟線は、 東西の両側で侵食により険しい汗を根と、なっていて、不士県と呼ばれている。ここは1933年以来、ロッククライミングで知られる。不士県の岩峰群は、北から一方、二方、三方からなる。二方は、北方と南方の相似法で、北方の北陵は、特に険しい。三方は ABC の小ピークからなる。天狗の頭と、 吹き県との安部は吹きキ,キレッとと呼ばれていて白馬岳と唐松岳との間で最も標高が低い地点である唐松岳の山頂から東南東に狩猟線が伸び約 0.5km 先に小ピークがあり南の狩猟線と八方尾根とのジャンクションを成している八方尾根上には八方池と八方山がある 八方アルペンラインの黒菱平駅周辺には、釜池と釜池湿原がある。2019年に、唐松沢設計が氷河であることが確認された。日本国内で確認された氷河としては7カ所目であり、唐松岳は、鶴木岳、立山、鹿島槍ヶ岳と並んで氷河が存在する4つ目の山となった。黒菱平にある釜池湿原地質は、石英半岩。 流門岩で、その中に、気力岩や安山岩質の岩脈が貫入して、頂領部を形成している。八方尾根は、標高1680-2100メートルまでの大部分が蛇紋岩からなり、それより、上部は、砂岩や、霊岩などの堆積岩や、花崗岩が見られる。第三ケルにより、下方は風化しやすい蛇紋岩で形成されている。釜まと、 第二ケルンでは風化したジャモン岩が粘土層となり、地頭がある湿原が形成されている。周辺の主な山を以下に示す。東側の白馬村上白から望む、後ろ立山連峰を、左から鹿島槍ヶ岳、五竜岳、白岳、大黒岳、唐松岳、吹剣、天狗の頭、槍ヶ岳、石岳以下の河川の源流となる山で、日本海側へ流れる。 北東斜面の唐松沢では、設計が見られる。八方尾根の固有種の八方高根線ぶり、鉱山帯の蛇紋岩地に生育する。日本海側にあり、山域は特別豪雪地帯の指定区域にある。八方池系のトレッキングコースでは7月中旬まで、残雪がある。1996年12月から、八方尾根南斜面から、映像解析観測で、 なだれの観測が行われ、213の事例の中で、氷層なだれが132、前層なだれが81あり、到達距離が2500メートルを超える規模の面発生、からき氷層なだれも観測された。2013年度、長野県による山岳環境緊急総点検事業で、中部山岳国立公園の北アルプス北部地区にある、 八方尾根の黒菱唐松竹線の登山道の調査が行われた。1990年代前半に行われた大気中の浮遊流子状物質の調査では、正常地域と考えられる唐松竹八方尾根が地方都市である長野市の半分以下であった。山頂部の鉱山帯では、ハイマツやコマクサなどの鉱山植物が見られる。 八方尾根の標高1600メートル付近の比較的平坦地では水場所などの湿性植物が見られ、その上部の両線部では崖間場が見られ、斜面には低木や草木が覆っている。八方池山荘付近の研究路やうさぎ平より、下部のでも鉱山帯に生育するハイマツが生育していて、植生の垂直逆分布と言われている。八方尾根の固有種として、 八方わざみ、八方薄ゆき草、八方高根センブリ、八方高根センブリ、学名、スワーティアテトラペタラ。ポール、サブスプ、マイクランサキータム、バリエーション、ハポエンシス HID、テイクは、X、T シミズ、カライトソウと、割れコ鉱との雑種と考えられている八方割れ目鉱が分布している。八方わザミは、 八方尾根の山地帯から鉱山帯にかけての蛇紋岩のつぶて混じりの草地に生育し、八方尾根の上部の蛇紋岩地域には、蛇山脈をする代表する鉱山性アザミである縦山アザミが分布していて、明瞭な住み分けが見られる。八方薄雪草は、八方尾根の鉱山帯の蛇紋岩崩落地の草地に生育する。八方高根線ぶりは、 八方尾根の鉱山帯のジャモニワジに生育する。自然研究路沿いでは、下付け草、宮間大根草、高根松虫草、宮間紫などが見られる。八方アルペンラインのリフト下部では、ク外草、山吹昌馬、ま、白山大劇、小梅系草、縦山うつぼ草、クモマニガナなどが見られる。黒菱平の釜池湿地では、日光キスゲ、少女バカマ、 金庫家、舞鶴草、岩井町、小岩鏡、チングルマ、黒豆の木、米つ,つじ、岩梨、ワタス菅などが見られる。八方尾根の北尾根高原には八方牧場があり、牧草地として利用されている。唐松岳上部の廃摩帯に生息する雷鳥の、ヒナと、高山植物のチングルマ周辺山域の上部の鉱山帯には、 国の特別天然記念物の雷鳥や、日本カモシカが生息する。八方尾根の八方池から黒菱平にかけて、ウグイス、ウソ、ノジコ、ビンズイ、ホトトギス、ホシガラス、クロツグミ、コマドリ、カヤクグリ、ルリビタキなど、黒菱平から山陸にかけてヤブサメ、仙台ムシクイ、ツツドリ、キビタキ、オオルリ、シメなどの鳥類が見られる。八方池には、 黒山椒魚が生息している。八方尾根では、一文字せせり、岐阜鳥、木上げ葉、モンキ町、ゴマシジミ、アサギマダラ、コヒョウモンモドキ、コヒョウモン、エルタテ葉、ベニヒカゲ、クモマベニヒカゲ、クロヒカゲ、ミヤマシジミ、ヒメシジミなどの鳥類が見られる。八方池では、ルリボシアンマ、クロビシタイラ周辺では、大糸トトンボ、カオジロトンボなどのトンボが見られる。 八方尾根は山岳スキー場として知られていて、日本でも屈指の白馬八方尾根スキー場があり、高山植物の宝庫として知られていて、1964年8月20日に八方尾根高山植物体が長野県により天然記念物の指定を受けた。登山道沿いでは訪問者による土地の荒廃が見られ、八方尾根自然環境保全協議会などにより、 植生が踏み荒らされないにするためのパトロール活動や、マットを敷いて拉致化した場所の植生回復の作業が行われている。植物観察のための自然研究路が開設されている。1998年に開催された、長野オリンピックで会場となった八方尾根株にある、白馬ジャンプ競技場江戸時代に、周辺のガキ山や五竜岳の東谷山に、漁師が、 日本化も鹿漁に足を踏み入れた話が残されている。1904年に唐松岳山頂に二等三角点が選定された。1906年、白馬山麓の炭鉱市である中村金松が唐松岳の南側に隣接する大国岳の西面の富山県側で良質な銅鉱脈を発見した。1907年には銅鉱石を採掘する。 大国道山が創業した。当時は、採掘した鉱石をその場で精練し、これを牛に背負わせて運んだ。この輸送路は、西録から唐松岳を越え、八方尾根を伝って、白馬村へ降りるものであり、現在の登山道のもとになったものである。下のカバにはその時に中継地として使用された、石室跡がある。ところが1915年、 山中で冬を越していた労働者の間で起病が流行、4名の死者を出した。1918年に鉱脈役が切れて、銅山は閉山となった。現在も、鉱山跡には鉱石を精錬した、蔡の交際が見られる。大正時代に、スキーが普及するにつれて、入山者が増えた。1958年に、八方尾根に空中ケーブルがかけられてからは、 山スキーでも賑わうようになった。1989年度には、八方尾根スキー場は、約130万人のスキーヤーで賑わっていた。1998年に開催された、長野オリンピックで、アルペンスキー、アルペンスキーとアルペンスキー複合の競技が、白馬八方尾根スキー場で、ノルディックスキーとノルディック複合の競技が、白馬ジャンプ競技場で開催された。 ふるさと納税の返礼品の一つに、発泡アルペンラインのグリーンシーズン券が選定された。唐松岳の山頂、二等三角点が設置されている2015年12月17日に、長野県登山安全条例が施行され、唐松岳はその対象となる山に指定され、2016年7月1日から、登山計画書の届出が必要となった。 八方アルペンラインのグラートクワッドリフトの終点駅から八方駅までの登山道には多くの観光客も訪問する。八方アルペンラインは朝は8時からだが夏の最盛期には早朝5時半から営業する。最も楽なアプローチといえど鉱山であるので十分な装備のないまま安易に登ると事故の可能性はある。なお、7月中旬から8月上旬までは 長野県内の中学生が授業の一環として行う学校登山の行事が行われていて大変な賑わいを見せる。八方尾根から雪山登山が行われることがあるが尾根が広いためけるんがあっても視界が悪いとルートがわかりにくくなる。難路とされている吹県の一方から二方北方に向かう険しい岩両部各方面から以下の登山道が開設されている。 後ろ立山連邦重曹時に登頂されることがある。西側の黒部峡谷と馬場谷温泉からのルートは南路であったが、1986年に大国鉱山跡まで尾根城をたどる振動に切り替えられた。代表的な八方池山荘からの八方尾根のルートは初級コースとされていて、長野県山岳総合センターによる 新州山のグレーディングで技術的難易度がランク B、体力度が3、1から10とされている。山頂を経由して南の五竜岳方面、白馬槍ヶ岳方面の重走路もあるが、いずれも岩場や鎖場が多く八方尾根よりは難易度が高い。特に白馬槍ヶ岳に至る重走路は吹岳と呼ばれるキレットを通過する。 南コースで、洋所には鎖やはしごが設置されている。この南所は白馬岳から向かうと登ることになるので、白馬岳から唐松岳へ向かうルートが人気となっている。八方池周辺の木道周辺の、主な山小屋をとキャンプ指定地を以下に示す。西山六の黒部峡谷にある山小屋祖母国温泉があり、江戸時代にはすでに知られていた温泉で、岩み客が訪れていた。 河原には露天風呂があり、立ち寄り湯として利用できる。リフト終点にある尊栄八方池山荘の海が通年営業されていて風呂がある。尊栄八方池山荘は小学校や中学校の集団登山などの宿泊にも利用されている。唐松岳の山頂方面から望む牛久山の山頂直下にある唐松岳頂上山荘、下部の廃末体の斜面には キャンプ指定地があり、欅平方面への登山道への分岐点となっている。唐松岳頂上山荘は、唐松岳南東方の標高2620メートル地点にある山小屋。後ろ立山連峰重層寺の白馬岳と鹿島、槍ヶ岳への中継基地として、重要な拠点とされている。収容人数は350人で、営業期間は4月末マイナス10月中旬。 西側にキャンプ指定地が併設されていて水場はない。山小屋では天水とポンプで組み上げられた1200メートル離れた設計の融雪水が併用されている。1906年に白馬山荘を開業した白馬館の初代経営者松沢佐大津から事業を引き継いだ2代目の下川富夫が現在の唐松岳頂上山荘となる。 カ松小屋を1932年7月1日に開業した。日本電力の石黒小屋を建設作業宿舎として使用し、建設資材は現地で払い下げを受け、6軒に3軒半の層2階建てで、半割の丸太外壁の山小屋であった。この後20粒ほど増設し、収容力が増強された。太平洋戦争の状況が悪化する中、下川は、 召集を受け、河北へ出征し、1945年6月に、戦死した。戦争中一時閉鎖を余儀なくされた唐松小屋は、雪害などにより荒廃した。松沢昌左衛門が小屋番となり、営業を行ったが、1950年頃までは、登山者は、まだ少なかった。1954年に経営を引き継いだ妻の安貴が、小屋を改築した。 1955年7月半ばには、連日の晴天で牧家で担ぎ上げていた設計の融雪水が枯れたために、発方池からゴム袋に水を入れて運ぶ非常事態が発生した。1957年に、設計の融雪水を小屋までポンプで組み上げられるようになった。1958年に発方ケーブルが開通したことを契機に、 山岳ホテル的な山小屋を目指し、一時従業員のスタイルに制服と蝶ネクタイを採用していたことがあった。1960年に、牧家で資材を上げて本館が再建され、唐松岳だけ頂上山荘に改名された。1963年に、北アルプスで初めてヘリコプターによる資材運搬が行われ、1963年に、食堂を併設する新館が、 唐松竹川に増築された。1974年に陶器小屋として使用されていた、旧館を取り壊し、鉄骨2階建ての南館がオープンした。1992年当時、京都大学医学部唐松診療所の、夏山診療所が開設されていた。八方尾根の標高2005メートル地点にある、第二ケルン、遭難者の霊を慰めるために建立され、 登山者の目印となっている。夏には霧が発生し、冬には吹雪となる子が多い八方大根では、主に遭難者の遺族や仲間たちが犠牲者の霊を慰め、登山者の目印として高さ3から5メートルの6個のケルンが設置されている。最初1937年10月に八方大根で毎年のようにスキーを楽しんでいた寺田健一、松江夫妻が、 銀婚式の記念に、第三ケルンが混流。1938年7月に、1937年12月26日に、吹雪でルートを見失って、遭難死した、大阪の西坂行きの父親らが、第一ケルンと第二ケルンを混流。牧師だった父親は、第二ケルンの名盤に、我が道や真理なりと聖書の言葉を刻んでいる。 1962年に国鉄大宮工場産学部が丸山ケルンを混流した。1963年に東京都立石寺高等学校産学部が創立10周辺記念に石寺ケルンを混流した。1984年に1980年12月に吹雪で道に迷った生徒5人と引率教諭1人が投資した。 神奈川県の逗子海星高校が八方ケルンを混流した。東山6から望む白馬八方尾根スキー場と、上部に絡まつだけの山頂部東山腹には、白馬八方尾根スキー場と白馬ジャンプ競技場があり、長野オリンピックの会場として利用された。東斜面の八方尾根には八方ゴンドラリフト、アダム、アルペンクワッドリフト、グラートクワッドリフトの3つからなる八方を、 アルペンラインがあり、八方池周辺のハイキングや唐松岳方面の登山に利用されている。東山六には、ホテル、ペンションや別荘が多数あり、秘書地やスキー場の宿泊施設として利用されている。1989年頃には、白馬八方尾根スキー場の麓には、 スキー客18,700人を収容する372件の宿泊施設が密集し、10を超えるタレントショップがあった。2012年から2016年までの八方尾根スキー場の月別の利用者数は、下表であった。八方尾根の東山6にある、白馬八方バスターミナル東山6に、国道148号と長野県道322号、 白馬竹線が通る。東山6には、長野県道33号白馬宮佐線が通じ、1998年2月7日に開催された、長野オリンピック時に、長野会場や、選手村と白馬会場を結ぶ動脈としてする、路線として活用された。長野県道31号長野大町線と合わせて、オリンピック道路と呼ばれている。 南側の狩猟線の大黒岳方面からは、ピラミッド型の大きな山陽を望むことができる。山頂や唐松岳頂上山荘からは、剣岳を望める。八方尾根から鹿島槍ヶ岳と五竜岳が望める。尊永八方池山荘からは、白畑三山、福岐県、唐松岳、五竜岳、鹿島槍ヶ岳、妙高山や、戸隠山などの首引き山海が望める。 澄んだ空気の日には、八方尾根の第一ケルンから、富士山が望める。ウィキメディアコモンズには、唐松岳から眺望に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。